ああ眠い。はい、こんばんは。えー、三時のヒロインと夢知が世界一大好き八九三チャンネルです。はい、今日はですね、あの三、ー、時のヒロインの夢知さんがなんか活動を再開するってことであのー、話題になってるんですけど、はい、今日はねこのことをあのー、ニュースになってたんで今からそれを読ませていただきます。はい。 3時、えー、のヒロインゆめっちさん芸能界活動再開を発表ちょっとずつ復帰していこうと思うので自身の病状も報告、えー、人気お笑いトリオ3時のヒロインのメンバーゆめっちさんが芸能活動を再開することが YouTube の公式チャンネルで、えー、公表されましたまず、えー、動画では3人が「はーい3時のヒロインよ」と掛け声そしてゆめっちさんは「めちゃめちゃ元気になりました」と挨拶し ちょっとずつ復帰していこうと思うのでこれからまず3人だけでできる仕事から始めようと思いますので YouTube 更新していきます劇場とかネタとかテレビとかに関してはもうちょっと慣れてからちょっとずつ再開していこうと思ってますと語りました続けてゆめっちさんは自身の体調について最初に体調不良になっちゃったのが去年の1月ぐらい まあちょっとね、あのー、なんか、記事が長いんで、まあ、ちょっとめんどいんで、走ろうと思います。はい。と、まあ、いうことで、今日はね、まあ、3時のヒロインのまあ姫っちさんが、あのー、病気からまあ復帰したってことなんですけど、まあ、まあ、正直ね、まあ、どれが姫っちさんかわかんないんですよね。はい。まあ、多分この真ん中の人だと思うんですけど、はい。 まあこのゆめっちさんの復帰について思ったことは <laughs> 復帰しなくていいよと思いましたね。な、ま、ん、あ、でかというと,、あのー、ちょっとね3時のヒロインって全く知らないグループだったんですけどだからそれを調べるためにちょっと、ね、YouTube でネタ動画を見てたんですけど、まあ、正直ね、ね全然思わないと思ったんですよ、はいまあ、全然面白くないんですよ。 だからね、あのーまあ、こんなにね、面白くないんだったら、もうももむしろね、なんかもう、もうこの芸人引退して、芸人引退して、あのー、もう一般人になった方がええんちゃうって思いましたね、俺はね。はい。だから、あのー、この夢っちの活動再開は、ちょっとね、あのー、認められないなって思いましたね。はい。まあ、このままね、あのー、引退すればよかったのになって思いましたね。はい。